ちょっとやばいですね。やばいですね、そろそろいい時間ですね。まあでも帰宅ラッシュなんで、ここからもしかしたらここからチャンスですね、ゴールデンウィーク。で、ちょっとね、気合ちょっと引き締めていきますか、もう一回頑張りましょう。頑張りましょう。いねえかな。あ、こちら右ですか。あ、いいっすね。あっち行きますか、あっち行きますか。なんでこの辺りちょっといいですか。ちょっと今ね、ネット番組やってるんですけど、こちら怪しいみたいなやつどうですか。ちょっとすぐ終わるんで、お話チャンスじゃないです。すごいいい特典がありますんで、もちろんもう今日18人ぐらい中インタビューやってるんで、ちょっといいですか、その方で。ちょっとその方で、いや、このちょっとスペースで、じゃあ、ちょっと今何してたの。あ、ネット番組やってるんで、これネット番組、はい、ネット番組よくあるじゃないですか。あ、最近そういうのなんとか TV みたいなのがあるじゃないですか。で、今どこ行こうかなみたいな。ちょっと一人でご飯とか行こうかな。ご飯これからぼっち寂しくないですか。あ、今一人割と好きなんで。そうなんですね。さあ、ご飯今日自体は何してたの今。大学学生さん。誰かと。あ、お疲れ様です。美人 JD ですね。あ、で、大学終わってで、これから飯食おうかなみたいな。そうですね、ちょっと用を終わらしたので。あ、そう、ちなみに今インタビューやってるんですけど、どんな用だったんだ、今日は。あ、ちょっと旅行代理店みたいなところでパンフレットを漁ってきて、あ、どこか行こうかなみたいな。そうですね、だから、どこ行こうかなみたいな。なんか近場で伊豆とか、はい、温泉とか、温泉、彼氏さんとみたいな。一人で。あ、一人で。最初から。いや、一人が割と。一人で。辛いことでもありました。全然話聞きますよね。どっか飛び込んじゃったりとかして、なんか昇進傷ついて大丈夫ですか。もともと結構一人でいろんなところを見に行ったりとかするので。ああ、よかった、安心した。なんか早まんないかなと、ね、まだ若い、若いのにもったいないと思って、ね、あれ、さっき今大学生って言ってましたよね。まだ18歳以上。はい、ね、はい、いくつなんですか、ちなみに。まあ、二十歳になったんですか。おめでとうございます、20歳。おめでとうございます。ね、大人の中で、ちょうど我々もう18歳以上を対象にした、はい、大人のね、レイディーをね対象にインタビュー。そんなレディーって言ってたよ。おしゃれっすね。なおいっすよね、おしゃれ。ちょっと足元の話。ちょっとチョベリグっすよ。チョベリグ、はい、確かにチョベリグっすね。チョベリグ、ねえ、なおいなおい。そういう人に、いろんなね、まあ、ファッションだったり、最近流行ってることだったりとか、いろんなインタビューやって、協力してもらえると、ちょうど旅行券が出るんですよ、今。やっぱ旅行行こうとしてたから、なんてタイムリーだ。まあ、その行きたいところのね、資格代もお支払いしますし、行けちゃうかなっていう。何をするんですか。でなんかもう本当インタビュー、簡単なインタビューとか、ちょっとゲームとか、ゲームとか参加して、賞金が倍になったりとかもするんですよ、インタビューが。賞金券がね。どうですか、この大型連休を目前にした今、ね。どこでやる。すぐ近くなんで、ちょっと移動し、ここでいっぱい人がうるさいんで、ちょホテルがあるんで、その中でね、ホテル、ホテル、すれば変なホテルじゃないんで、でかい、その見える、ちゃんと身分のはっきりした人がないと借りれないような、格式の高いホテル、許可で借りてますんで、前にもこんなことあって、なんか変なホテル、変なホテルじゃなくて。最近なんかそういうの流行っては多いじゃないですか。多いですね、それなんか、はい、どんな人でした。ちなみにちょっとチャラそうなので、チャラい感じでした、まあ、別班かもしれないし。確かに、ああ、なんかこちらの番組いろんないっぱい出てるんで、スタッフが少しもうこう喋ってる間に終わっちゃうかなって感じで。じゃあ明日も大学なんで。あ、もちろんそれはちゃんと考慮するんで。全然変わります。じゃあ行きましょう。じゃあ行きますか。じゃあこっちから回っていきますか。信号なんで。じゃあいいですか、ここで始めてね。
はい、インタビュー、じゃあ、はい、いきますね。私何もよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最初に、名前とお年と何してる顔、じゃあこちらに自己紹介お願いします。はい、名前下だけでいいですか。はい、名前あかりです。あかりさん、はい。で、年齢20歳です。で、大学生3年に、はい、なりました。はい、なんかバイトとかはやってるんですか。バイトはずっと居酒屋の店員やってます。あ、そうですね。ホールで。お酒好きなんですか。お酒は機会があれば飲むぐらいですね。うん、何飲むんですか。梅酒とかずっと飲んでます。ああ、そうですね。すごい、モテんじゃないですか、お客さんから、うん、ね、ちょっとデートしようよとか。そうですね。たまにありますね。いますよ。デートとかしないですか、お客さんと。しないですね、基本的に。うん、あんまりそういうのに乗っていかないタイプかもしれない。あれ、今彼氏いないの。私、はい、いないです。一人でご旅行行くとかって言ってて、旅行楽しいですね。なんか代理店今行ってたみたいですけど、なんかパンフレットとかもらってきたんですか。あ、はい、何枚か。あ、そういうの見ていいか。あ、はい、大丈夫です。結構もらってきた。いやいや、見せ、はい、伊豆、箱根、温泉系ですね。箱根ばっか。どのぐらい今彼氏いないの。彼氏1年ぐらいいないですね。マジで。はい、めちゃくちゃモテそうなのに。いやいや、その全然1年もいないんだ。僕も1年彼氏いないんですよ。彼氏1年。一緒ですね、違いますね。あ、本当ですか。同じ。そうだね。小山さんも1年彼氏いないんで。いないんですよ。全員最初の彼氏。全員彼氏いないんで、ね、嫌いますね、我々。どんな人好きです。どんな人が好き。まあ、なんか割と冗談とかずっと言ってるタイプの人が好きですよ。俺、そういう冗談しょっちゅう言ってるんで。確かに。もしよかったら、お持ち帰り自由ですけど。あ、お持ち帰り、私が。いくつなんですか。なんか滑り場とか、さっき、あんま喋れない言葉が連発されてたんですけど。ジェネレーションギャップってやつですかね。やっぱありますよね。うん、いくつなんですかね。血糖値ですか。血糖値でもいいんですけど。気持ち味18でね。気持ち味18かな。でも何歳ぐらいまでいけます。でも10、30前半ぐらい。30前半、32、3ぐらいまでがいるかな。確かに。そうね、そうそう。年下とか。年下ないですね。なんかあんまり興味持ってないっていうか。後輩だなとか。最後付き合ってた人も年近い目の。最後は7個上の人とかですね。7個だったか。7個です。26とか7でしたね。なんで別れちゃったんですか。私がちょっと冷めちゃった。ちょっと、いろいろ忙しくしてたら。ああ、だってこれからまで就活とかね、あるし、ね、確かにこれから始まっていきますよね。すごい、ちょっと、気の重い。何系になりたいとかあるの。仕事で決まってなくて、ちょっとそれは悩んでるんですけど。全くこう、やりたい仕事すらない。はい、ちょっと模索できなかった。この大学2年ちょっとでできなくて。それこそね、旅行代理店とか。あ、ダメなんですか。例えばね、安く行けたりとか、そうそうそう、シャワリでね、あるんだ。いいんじゃないですか。紹介しましょうか、旅行代理店の人いるんですか。いますよ、たくさんいますよ。そんなんたくさんいますよ、世の中に。そんなにいますいますいます。そこら辺の店舗はいくらでもね、あるじゃないですか。紹介全然しますよ。
そうですか、はい、あ、でも旅行券くれる、あ、もちろん、それはまあ、あ、そういうつながりもあるんですよ、実は。あ、全然いいですよ、本当に。じゃあ後で、じゃあ連絡先ね、じゃあ交換して送っとくんで。じゃあ宿泊しなくていいもうそうですね、今日の旅行券と、もう決めちゃえさえ、もうあとはもうね、バイトしてバイトしてもう遊ぶっていう、うん、最高のもう大学人生じゃないですか、うん、あ、じゃあ遊べるかもしれない。遊べますよ。彼氏とか作れるかもしれない。お、もう彼氏すぐできますよ。すぐできますよ。ビジョンスタイルもいいし、おしゃれだし。確かにおしゃれ。じゃあ確かにそう、おしゃれですよね。いいですか、服装横見しまって。いいですか、ちょっと足元から失礼します。メガネもちゃんとあるんですね。あ、さっきまでかけてましたね。あ、ちょっとつけてみて。じゃあもしよかったらちょっとメガネ姿も見たい。なんか変に浮くかなと思ってやめたんですけど。どうなんだろう。おお、かわいい。めっちゃかわいい。顔ちっちゃいですね。顔、うん、顔めちゃくちゃちっちゃいですね。おお、いいっすね。似合いますね。どうしたんですか。いやいや、あ、なんか位置がだいぶグッと来て、いや、ちょっと可愛かったんでちょっと近づきたいなと思って、すいません。メガネもいいですね。うん、いいですか。これどう入ってるの。入ってない。おしゃれメガネですね。全身、そうですね、全身見たいですね。全身。はい、結構背高いですね。いくつあるんですか、身長。身長166センチです。はあ。そう、今日はヒール履いてないんで、それでも高いですね。それでもね。うん、お、あ、お尻いいですね。しまってます。すあ、ラジもいいっすね。綺麗ですね。すごいですね。髪の毛とかそれ結構難しいんじゃないですか。あ、でも最近結構なんか髪の毛遊ぶの好きですよ。髪の毛。あ、どうぞ。はい、すいません。はい、大丈夫です。はい。ありがとうございます。この人ってなんか綺麗ですか。この人。いや、キャミとかキャミとか着てないですね。あ、もう下着って感じですか。はい。ちょっとそれも見せてもらっていいですか、下着の。え、下着もあのファッションの一部、ファッションチェックの一部で今見せ蔵とかあったりとか、はい、見せ蔵とかさ。このつまり方で見せ蔵ないと思う。え、まあ、見せ物とかじゃなくても普通になんか出してる子とか今いるじゃないですか。暖かくなってきて渋谷とかすごい。ちょっとそれも見せてもらえたら。え、撮るんですか。え、チェック。番組のスポンサーがあの水着とか下着とか使ってるメーカーさんなんでそういうちょっとね、調査も兼ねて。いや、ちょっといや、インタビュー。いや、ファッションインタビュー。ファッションインタビュー。ちょっと私のファッションこれです。さらに見してもらえたら旅行券もう1枚あげますんで。はい、はい、最初言ってた金額の倍になります。ちょっと見してくれだけ。え、ちょっとちょっとその水色変わらないじゃないですか。うん、変わんないですよ。え、形も一緒です。え、え、だって恥ずかしい。ほらお姉だから大丈夫。大丈夫。